このドリル買ってみました。お、いいね。これシールちょっとまた後で貼りましょう。何これ、ムキムキマッチョのお口みたいになったなんだこれ、なんだこれなんだこれ、汚れうんちマンだな。うんちムキムキムキマンだよ。うんち最強マンだよ。うんち最強マン、
なのいらねえ。すごいな。うんこと同じ数だけ丸に色を塗りましょうって書いてある。1、2、3、4、5、6、7。いい感じに描けてる。うん、このまま一気に決意する。これ7だよね。そう、あと3個です。あと3個です。逆勝だったね。あと3個。何これ？ブロッコリーかけた。まあブロッコリーだけど、これブロッコリー。そう、ブロッコリー変えたの？数字を書く、数字を書くんだよ。10は簡単だよ。あ、うん、10簡単。おー、いいね。10簡単でね。うん、 3? じゃあ問題です。ででん。ここに2個うんちがあります。そこにパパが3個うんちしました。全部でうんち何個ありますか？こんな簡単すぎるわ。簡単すぎる？行けとこ。正解。じゃあ次ね、うん、ここに1個うんちがあります。そこにそうまくんが3つブリッブリッブリッてしました。さあこれ何個？簡単すぎ。簡単すぎ？答えここに書ける4。ほらほら、ここ4があるよ。これ見ながら書いたら書けない？それなんだよ。パパのうんちが2つあります。でこっちにそうまくんのうんちが2つあります。じゃあパパとそうまくんのうんちは全部で何個あるでしょうか？これ見ながら書けるかな。4。ここに、ここに、ここに、うん、そして次そうそうそう。ほんで上から縦に。ああ。炊けた。じゃあ次はね、もう最初からうんちが4つあります。それ何書いてんの？パンツ。パンツ？なんでパンツ書くんだよ。パンツ書くんじゃねえよ。そうまくんのパンツが4つあります。き、面白い問題出すな。うんちだろ？うんちじゃない？ 4 つパンツがあります。そこに、パパが新しく1個パンツ買ってきました。さあ、そうまくんのパンツは全部で何個あるでしょうか？いや、パンツの問題出すなよ。面白すぎる問題なんか。誰だここを殴ってるの？あっちにできんやろ。いや、大すんだよ。Ha ha ha!